トビズアメリカのバイデン大統領は18日新型コロナの合併症で死去したパウエル元国務長官へ哀悼の意を表明しましたホワイトハウスや国務省にはパウエル氏の死を痛み反旗が掲げられました パウエル氏はワクチンを接種済みでしたが報道によりますと免疫力を低下させる多発性骨髄腫を患い治療を受けていたということです。